君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月まだ出会えるの信じて、最高の思い出を。した瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。お別れできたよ。もう
なんだよこれ。なんだよメンマ。かくれんぼなんだろ。だったらお前見つけなきゃ終われねえだろ。どっちか片っぽが言うもんじゃねえだろ。なジンタン。悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね。願い叶えてくれてありがとな。大好きだメンマ。お前がトロいからさ。犬小屋じゃダメだからな。あの宿題ののけもん外人の話だよ。お前が犬小屋で寝ててもどっか行っちまっても絶対誰かが見つけるからな。覚えとけよ。ジンタンまたメンマ泣かした。ジンタンこらジンタン、えぇ、ー、で